ところがね、その、いわゆる女の行くっていうやつがね、表示されてない状態とはね、案外行かないの。結構表示されてる状態の時に行っちゃうの。要するに、エクスタシーってことね。こそばされるだけでも行っちゃうの。感度のいい女っていうか、非常に、自分自身しっかりしててもね、いっぱいいっぱい、特に感じる部分に表示されてたらもう敵面なの。だけどね、その昔表示で聞いたことがある。そらやけど、お前だけやん聞いてんの。俺らヒュッとあれって抜けるだけやねんって。その、俺らが抜けるのが気持ちいいんちゃうか、お前ひょっとしてって表現言われて。ああ、そうかもって、くっさーって怒られて。なんで怒られなあかんのって。だから表現霊がその感度のいい部分におるから感じるわけじゃん。でも、感じた時の表現霊は外に出てんの。なんでか言ったら、表現霊が抜けるのが気持ちいいの、実は。つまり、負荷がかかってるのがなくなるのが解放されるのが気持ちいいわけ。その集積具合によって、めっさり行くねんな。しょうもないのしてるかな。で、表入れに怒られたことあるんだけど、それも角違いでしょっていうか、その、なんでそこ怒るの？なんで怒るのって。じゃあ、表意しなければ感度もないし、感じもしないし、じゃあ怒りもしないんでしょって、そんなんつまらんとか言って。パクっぽいでしょ、それ。感じさせてくれって怒ってるやつみたいな。気持ち悪いおっさんって分かったやろ、パクみたいなタイプのこと。最初から分かってたよ、だから。だってそんな経験うちめっちゃしてるもん。そういうような男子に会うのもう、ベテランやからもうつい見透かしてもってだいぶ前に。な。だから結構そういう類型が器用ね。まるで、治癒してくれ、治癒ちゃうで、ケアしてくれ、キュアしてくれ、みたいな。基本、ただなんやろ、ただちゃうよ。Facebook ちゃうから、Instagram も、Facebook ちゃうから。もう Facebook アカウントないもん。ただ時代終わって。しゃあない。潰されてる。Facebook 参加できへん。ちょっと参加できたと思っても、急にアカウントが、ガッシャーでやられんねん。おつじ発見、キャキャーできへんねん。あ、できるかもと思ったら、ガッシャーくそ、サッカーマークまで持っても、インスタの方はスイスイできんねん。何の落ち度もないねんで、うち、Facebook では。それでもなんか、ガッシャーなんでやなと思ったら、後で、まあ、あのニュース見たら、Facebook ではヨーロッパの要人同士がいろいろ論争が盛んでた。それやりたかったんかって。じゃあうちが触ってるその SNS アプリはヨーロッパの要人なんか、用の字もないやろ。ヨーロッパの要人なんか、用の字もないやろ。じゃあ、要字ないんかなと思ったら、向こうがヨーロッパの要人は、用事ないらしいや、周りはって。言うと、いや、そんなことないんだよ。そんなことないんだよ。君の、あの、文系のホットー君がいるから、とか言って。じゃあ、任せたよ。何や、それ。任せてたら、李登輝かってオスマントルクやしな。スレイマンオットやしな。それで、李登輝の登輝ってのそういうのね。スレイマンオットー、タニャーンってね。オスマン帝国っていうのは、あの、まあ、リーがついてるから、清和源氏っていうか、まあ、女神系なんですけど、ね。大和民族のね、女神のパート、要するに、神武皇統の方。もう、だからそんな顔でしょ。だけど、まあ、トルコ人と根血はしてるよ、あれはね。で、まあ、落ち着けたら、もちろん根血してから、スレイマン・オットーって名乗れるわけですけど、あ、オットーって名乗れるわけですけど、ただ、その、スレイマンって何やって、実は泉のことやねん。つまり、李登輝って、大和民族系の、要するにお寿司を勝手に、もはや勝手に名乗ってる状態の泉って出る水ってか、もう鹿児島。泉お寿司系やんねん。スレイマン王とオースマン帝国って。もう、あの、スレイマン、あ、オースマン王家じゃない？苦いでしょ。だから、うちに不利なことばーっかりやるよね。だから、イスラム帝国復活も邪魔しようし。帝国ってもう帝国じゃないけどね。カリーもおらんし、スルタンもおらんし、そんな認めたらあかんし。同様に日本も天皇家なんかおったらあかん。まあ日本とイギリスが合併することもあり得るでしょ。なんでかって言ったら、アメリカもね。要するに、イギリスとアメリカが日本と合併して、イギリスは大英帝国をも全部諦めると。そういう可能性はあるね。その時には、どうなるかよね。
でしょ、なんでそうなるのかって言ったら、今世界で浮いてるのってな、イギリスとアメリカだけやねん。あとみんな仲ええねん、実は。実はね。じゃあ日本またしても枢軸にまた枢軸に誘われてんねん。もはやドイツは連合国やねん。今はな、やばい、今やばい状況やねん。これを解決するにはイギリスとアメリカを日本が合併するしかない。そしたら何なんだってみんな言うだけやろ。日本を誘って日本の技術力使ってまた一勝負かける枢軸みたいなやつらがおるんかなと心配したんだよって言って。で、今のメルケルに言われたら腹立つやろ。おい、おい、おばあんおばあんとかかおばあんとかか